プロメアはトリガー制作の日本のアニメ映画。2019年5月24日に公開された。天元突破、グレンラガン、キルラキルでタッグを組んだ今石博之、中島和樹がそれぞれ監督、脚本を務めた作品。2017年7月に行われたアニメエキスポ2017にて制作が発表された。2019年5月24日に 国内で一斉に封切りされ初週の観客動員数で8位を記録、ピアの初日満足度ランキングでは1位を記録している。総務省消防庁とのタイアップが行われ、消防職団員の募集ポスターに本作が起用された。また映画風切りと同時に発売されたサウンドトラック、沢野博之プロメアオリジナルサウンドトラックは2019年6月10日付の 週刊アルバムランキングで第12位を獲得する。第23回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査委員会推薦作品。2020年2月5日にブルーレイと DVD が発売された。炎を操る新人類バーニッシュの出現に橋を発する惑星規模の発火現象である世界大炎上により人口の半分が消失してから30年が過ぎた。 世界。自治共和国プロメポリスでは、炎上テロを繰り返す、過激派バーニッシュの集団マットバーニッシュに対抗すべく、タイバーニッシュ用装備を扱う、高機動救命消防隊、バーニングレスキューが、消火活動を行っていた。バーニングレスキューの新米隊員ガロティモスは、火災現場で、マットバーニッシュの司会である少年リオフォーティアと出会う。燃えて消すを流儀とするガロと、 燃やさなければ生きていけないと語るリオは、互いの信念をかけて熾烈な戦いを繰り広げる。燃える魂をぶつけ合う二人の戦い、果たしてその先にあるものとは、ありがとうございます。